ブラガンサ城に立つフェルナンド一世像フェルナンド一世は、ポルトガルの貴族、第二代ブラガンサ公爵。アビシュ王朝のカイソジョアン一世の処刑の孫である。ジョアン一世の所長氏である初代ブラガンサ公ア本ォンソ一世と、その最初の妻で、ヌノアルバレスペレーラ将軍の娘の、ベアトリスペレーラ・アルビムの間の、第三次、次男として生まれた。幼くして、 母方の祖父から第三代荒いおろす伯爵の爵位を受け継いだ。1437年、フェルナンドはオジノ・デゥ・アルテ一世により、エンリケ公会王子を総大将とするモロッコのマリン朝遠征軍の将軍の一人に任命された。遠征計画は1632年頃から進められていたもので、フェルナンド自身はこの計画には反対していた。遠征は完全な失敗で、 遠征軍は、タンジールを包囲しようとして逆に、モロッコ軍に包囲され、絶体絶命となった。エンリケ王子は窮地を切り抜けるため、マリーン朝のスルタンに、セウタの割動を約束し、さらに末帝のフェルナンド聖王子を人質に置いてゆく、羽目になった。帰国後、フェルナンドはエンリケが、マリーン朝と結んだ屈辱的な講和を破棄するよう、主張した。1438年に、 レイリアで開かれたポルテスでは、フェルナンドは貴族たちの代表として、ドゥアルテ・イッセイと講和条件に関して論戦を展開し、セウタを死守するよう求めた。フェルナンドはエンリケの結んだ講和は、脅迫状態で結ばれたものであり、無効だと考えた。彼は自身の主張を通すため、議会で大々的なキャンペーンを展開して、講和条件の承認を拒否させることに成功し、 また、ドゥアルテオには、フェルナンド西王子を解放させるには、他の方法もあるのだと説得した。フェルナンドは1445年から1450年まで、セウタの総督を務め、1455年には、重帝のアフォンソ・五世王により、初代ビラ・ビソザ公爵に助せられた。1458年には、アルカセル・セゲールへの遠征軍に、息子たちを連れて参加している。 1460年に兄のバレンサコアホンソが着出死を設けずに死去したため、翌1461年に父よりブラガンサ公爵家の当主の座を継いだ。1471年、アホンソ後世王がアシラーに神聖に赴いた際には、摂政として本国を守った。1429年12月29日、カダバルの 領主ジョアンデカストロの娘ジョアナと結婚し、マニック人の子供を設けた。ありがとうございます。